もプチプラジュンです。今回ですね、今週のユニクロ新作ってことで、6月26日発売のユニクロ新作アイテム合計4点買ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。まあ、早くもですね、秋冬のアイテムが登場してんのよね。ということで今回もいくつかございます。で、動画の後半で通行でご紹介しますんで、よかったら最後まで見ててください。このチャンネルではですね、ユニクロの新作アイテムを毎週実際に買ってご紹介してますんで、ぜひ今のうちにチャンネル登録、通知音、高評価しておいてください。まず今週の新作アイテムをババッとチェックしておきましょう。デニムオーバーシャツ長袖、これ秋冬のアイテムですよね。店舗行ったらね、ジャージオーバーシャツも同じ並びに置いてありました。形同じだもんね。そしてですね、スウェットカーディガン長袖も登場してます。これ秋頃にめちゃくちゃいいんだよね。有彩色のベージュ、ピンク、ダークグリーンが追加されております。無彩色の白黒もあるけどね。そしてウォッシュコットンボーダークルネック T シャツ長袖ということで、ボーダーのロンティー、これまたね、目新しいですよね。さらにウォッシュコットンクルネック T シャツ長袖ということで、これ定番アイテム。あとウォッシュジャージージョガーパンツということで、めちゃ楽そうなパンツ。さらにユーティリティ2ウェイブラウンということで、リュックとしても使えるし、あと手下げとしても使えるユーティリティなバッグでございます。あとね、デニムもなんか毎週出てて、レギュラーフィットジーンズということで定番の形。さらにウルトラストレッチジーンズということで、結構細身のパンツもね登場してます。あとレディースの方ではですね、ツイードジャケットってことで、これ秋冬のジャケットがね登場してます。さらにテーラードジャケットってことで、これも秋冬、なんか裏地がついてるやつかな。で、あとワイドストレートカーゴパンツ、こちら3色展開で登場してます。丈長めがオンラインでご購入いただけます。そして 3D メッシュクルネックセーター長袖、これもね秋冬っていうか、まあ、夏でもね着用いただけるやつかなと思います。5色展開で、白黒グレーにブラウングリーンカラーの色展開です。以上の新作アイテムの中から、果たして何を4つ買ってきたのか、早速ご紹介していきましょう。まず購入アイテム1点目、じゃじゃん、秋冬のシャツです。こちら商品名、ジャージオーバーシャツ長袖、カラーは69ネイビー、サイズは XL サイズ、価格3990円です。なんかユニクロ U で発売しててもおかしくないようなかっこいいデザインなんだよね。なんかユニクロ U で発売しててもおかしくないようなかっこいいデザインなんだよね。身長177で XL サイズで、なんかそんなオーバーサイズでもないんだよね。ジャストよりややゆったりかなみたいな。着丈十分、こうお尻すっぽりで、身幅がまあややゆったり、袖の長さ十分みたいな。で、そんなに太いわけでもない。で、裾がラウンドカットになってるタイプで、で、胸のところにですね、こういうフラップポケットが両サイドについてる。そして襟見ていただくと、結構大きめの襟になってんだよね。なんかめっちゃユニクロ U っぽくね。こちらね、商品名の通りジャージー素材なんだよね。めちゃくちゃ伸びるの。綿ポリエステル、ポリウレタンいうことで伸びるからめちゃくちゃ楽。今の時期はさすがにちょっと暑いかなって感じなんだけども、秋になったらちょっと肌寒くなってきたら、羽織物としても使えるし、あとレイヤードにも使える。これプラスアウター着たってもいいし、なんかいろいろとね着回しは効きそうなんですよね。ブラックカラーとかないんだって感じなんだけど、このネイビーカラー、黒に近い感じ、スミクロっぽいカラーだから結構コーディネートしやすいかなって思います。こちら特典付けさせていただきました。9点、なんか意外と着回し効くやつ。続いてですね、購入アイテム2点目いきます。それが、こちら、じゃじゃん、レディースのパンツ。こちら商品名、ワイドストレートカーゴパンツ、丈標準。カラーは08ダークグレー、サイズはレディースの XL サイズ、価格3990円です。ブラックじゃなくて、これダークグレーなんよね。めちゃくちゃかっこいい色味。で、これもね、シルエットがいいんだわ。最近さ、なんか結構ジョガー系のやつ、裾を絞れるタイプの、そういうの多かったかなと思うんだけれども、これはね、もう絞るやつ全然ないの。紐もないし、ドローコードとかもう特にない。股上はまあまあかな、長すぎる感じでもないんだよね。ほんとミドルぐらいな感じかな。で、シルエット見てみると、太ももワイド、裾もワイド、みたいな感じで、めっちゃコーディネートしやすいんだね、これも。ほんとベーシックな形というか、なんか気をてらった形でもないんだよね。カジュアルすぎず、大人めにコーディネートできるやつかなって思います。こちら素材
綿 100% なんだけど、ウエストとかもね、こうゴムになってる。後ろから見てみると、ゴムになってるからイージーだし、で、ワイド目だから、そんなね、歩きにくくもないしで、機能性申し分ないかなって思います。後ろから見てみると、片側にポケットついてます。ボタンがね、ここついております。ベルトループついてて、内側に紐とかは特になし。あと、チャックもついてるし、サイドポケットもついてるし、そして、カーゴパンツということで、サイドにまたデカめのね、ポケットがついてるわけ。で、ここにもボタンがあるんだよね。なんかディテールがね、ちゃんとしっかりしてるから、まあ4000円はするかって感じ。ちなみに裾はこんな感じになってます。ほんとストレートのパンツって感じだよね。こちらのパンツ特典付けさせていただきますわ。9点。これもなんかね、万人受けというか、着回ししやすいんだわ。そしてですね、購入アイテム3点目、挑戦ということで買ってみたやつ、気になってたんで買ってみたんですけど、こちらレディースのセーター。こちら商品名は 3D メッシュクルーネックセーター長袖で、カラーは35ブラウン、サイズ XL サイズ、価格2990円です。まあ、今年めちゃくちゃシア素材っていうかメッシュ系の素材流行ってるじゃないですか。ユニクロのメンズの方ではね全然ないんだけど、レディースだったらあるわけよね。でサイズいけるかなっていうことなんだけど、身長177で XL で、着丈はね短い、お尻の上ぐらいの着丈なんで、まあワイドパンツと合わせるかなみたいな。で身幅もねちょっと余裕あるかなぐらい。で袖の長さがジャストかキューブ袖ぐらいな感じなんで、ちょっとねちっちゃかったんだけど、それでもなんかねデザインがめちゃくちゃ可愛いなーってことで買っちゃったね。そしてですね、こちら商品名にもある通り 3D になってるわけなんですよね。ホールガーメントというので、島製作所で作られたその機械、めちゃくちゃでっかい機械で 3D プリンターみたいな感じで出てくるわけよね。ガシャン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 ってこうで出てくるわけでしょ。すごくない？縫い目がないからノンストレスで着用いただけるとすごいよね。それが3000円ぐらいの価格で買えちゃうってやばない？ちなみにこちら素材はアクリルに再生繊維セルロースと朝ということなんで、今の時期夏も着れるし、まあ、秋も着れちゃうんかなと。なんか時期が難しいんだけど、一応ね秋冬のアイテムなんかなとは思います。これ色がめちゃくちゃ難しくて、白黒グレーとかめっちゃいいやんか。それでもいいなと思ったんだけど、ブラウングリーンもめちゃくちゃおしゃれなカラーで、あんま見たことないなみたいな色だったんで、結局ねブラウンにしちゃいました。今茶系が割と好きなんで。こちら特典付けさせていただきますと8点。まあ、男性が着るって考えたらちょっとむずいなってことで、ちょっと低め。そしてラスト購入アイテム4点目。てかさ、ぶっちゃけなんか閉店前にギリギリで行ったから、あんまりなんかじっくり見えてないのよ。あと5分で閉店しますみたいな、 GU 見た後にユニクロ見てみたいな、そう新作アイテム GU 見てユニクロ見てみたいな感じだから、あと5分で閉店しますみたいな中で、もうどれにしようどれにしようこれこれみたいな、もう試着もせずにパッパッと買ったから、あんまりね余裕なかったんですけど、それでも買っちゃったやつ、こちら、じゃじゃん。ボーダーのロンティー。こちら商品名、ウォッシュコットンボーダークルネック T シャツ、長袖で、カラーはオフホワイト、オフホワイト。で、さらに、サイズ XL、価格1990円です。ウォッシュコットンのこの T シャツ、結構好きで、ヘビーウェイト系の生地、しかもオーバーサイズ目で、いわゆるユニクロ U のクルネック T 長袖みたいな形だから、めちゃくちゃ好きなんよ。ほんで、このボーダータイプは、めっちゃ目新しくねみたいな、今まで見たことないんだが、なんかすごい変わってて、この首のところ、そしてこの袖のところがネイビーからブルーっぽいカラーになってるのね。そしてブルーと白なんかな、なんかね、きなりっぽい白色って感じで、色味がねすごくセンスいいんだよね。XL サイズでお尻すっぽりめの着丈、身幅も余裕あるやん。で袖もなんか十分やし、ドロップショルダーだし、シルエットねめっちゃ最高って感じ。こちら特典付けさせていただきます。8点。まあ、ボーダーどうしてもカジュアルになるから、まあ、それぐらいかな。ってことで、新作アイテム4つを使ってコーディネートを行ってみましょう。
1個目、ワイドストレートカーゴパンツにジャージーオーバーシャツ。そして中に着てるのがウォッシュコットンボーダークルネック T シャツ長袖でございます。全体的にこうダークめな感じなんだけど、色味近いよね。これダークグレーのパンツなんだ、みたいな。で、トップスはさ、ネイビーカラーなんだ、みたいなね。なんか普通に黒のセットアップみたいな感じで、かっこいいくなー。そしてこのボーダーがね、チラッと見えてて、めちゃくちゃオシャレやなー。で、パンツなんだけど、シルエット見ていただくと、レディースなんだけど全然男性もいけるよね。ウエストの位置っていうかベルト位置はおへそよりやや下に下げて、ちょっとルーズめにね、履いております。極太じゃないし、程よいワイドシルエット。めっちゃコーデしやすいやつ。で、オーバーシャツのシルエットなんだけど、そんなオーバーサイズって感じでもないんだよね。ややゆったりかな、みたいな。ただ、ポリウレタン入ってるんで、めちゃくちゃ楽、ストレッチ性抜群です。で、アウターを脱ぐと、このような感じで、まあ、ロンティーだけでも全然かっこいいよね。一枚でも様になるかなーっていう感じ。ちょっと着丈はね、長いんで、その辺のバランス見てもらったらな、みたいな。めちゃワイドなパンツと合わせるときは、タックインしたらいいし、みたいなね。いや、このロンティー、かわちぃ。そこでね、3D メッシュクルネックセーター着てみました。ブラウンカラーなんで、パンツ黒色、そしてタンクトップ黒色、そしてスニーカー黒色みたいな、黒と合わせてみたらすごくねバランスいいかなと思います。ほいで結構着丈がねこのセーター短いんで、やっぱこういう股上長めワイドめのパンツと相性ええんかなと思います。女性の方だったらもうちょいゆるっとしたシルエットになるかなと思うんだけど、で袖がちょっと短かったんで、まあ、袖まくりしたりだとか、でセーターだからまあ引っ張ればね袖もね、燃え袖にはなるんですけどね。はい、ってことで、いかがだったでしょうか。個人的な大優勝は、このカーゴパンツかな。なんかレディースなんだけど、全然男性も履けるし、めちゃ着回し効くってやつ。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。